チョジョじゃあ、手空いたのかだから、救急のブキコ、ヤロト、オっトシェしたああオッケー。話そう。どう行ったりいいですか、ね、金の王者のンを始めたぜどョジョブキコ、イゴモトシャ。オッケー。すまんな、ちょちょこの前話できなくて。あー、どで,ですよ全然。<laughs> 久しぶりだったからなこの前めちゃくちゃ多分ボスにも言いましたけど、うん、今月もうボスとも一12回ぐらいしか会ってなくて、うん、パテにいってもそんぐらいしか会ってないんじゃないですかねうんうんリアルにそうだなそうっすよマチに起きてなかったら全然会ってないです、ね、確かに <laughs> よく考えたら、うん、話っていうのはなシンプルにお前自分の好きなことやれ長女 お前自分の好きなことやれ好きなこと、うん、自分の好きなこと自分のやりたいことをやれやりたいことってどうですか武器担当な,な,なうんなな僕がボスにお願いをして頂々やって欲しかったからお願いしたけどはいはい、はい、起きてくる日数は前話した通りそれはそれぞれの魂の話だからまず別だ ただ結果が必要なのに、救急で,でこの前な、武器がありえないぐらいなかったん先に。で、その前日、誰が担当者いたかって聞いたら、まあ、著上いたけど、忙しかったのか分かんないけど、なかったから、まあ、だっ一旦もう、そうです、武器管理降りていいからさ。 自分に向いてる仕事をやるんだ、ジョジョ。絶対お前の方、それ、そっちの方がお前のためになる。向いてる仕事うん。自分の向いてる仕事を見つけるんだ。担当ただ降りるだけの話だぞ。いや、まあ。んどうしたどうした 担当ああなるほどえっと、うん、あ武器の管理担当っていうその重たい看板外すだけだぞまあそんな割と自分的にはうつらくなかった割とつらくないというかみんなとできて楽しかったんでみんなとできて楽しかったっていうのはあ,あそうなんか坊ちゃんとかパティニーとかで一緒にロケラン作りってやつじゃないですかうんそれはお願いする時とき僕お願いするよ普通に 他のみんなにも同じようにお願いするしあじゃあ誰かつくと思うんすか他にまあ誰かつけたいなとは思うよその多分起きてる日数が多い方がいいだろうから同時に増えたらそういう人にした方がいいかなとは思うけどそれならありだな6人だとちょっと今人数つり合わなくて安じにすればいいんじゃないかよし社長 別に暗い話をしてるわけじゃないんだい<や>僕はやあんまり、うん、やめたくないかやりたいとかわとその割とそのここ数日連日起きてて結構回帰とか一郎と一緒にいろいろやっててでわりと充実してたというか充実あそうですねいろんな例えばアタッチメント、はい ののかかかんないよって聞れたたも答えりとこの前パテにの前さんも結構前だな担当になった時に教えてもらった情報を解禁教えてあこうやってやるんやとか俺あんま分かんないから教えてよってなったりとかなんかいろいろとやってたんで自分的には確かにそうか別にそれは武器担当じゃなくてもできる内容だよなみんなに共有してることだからじゃあ武器担当 俺<お>が電話すればそれでどうなのかなって言われなんて言ったら、ね、武器担当にしかできない仕事だったりとかが別にまあもちろんあるわけじゃないと思うんですけどないな基本でもやっぱその武器担当っていう立場がある人がいわゆるそういうなんだろう、うん、仕事を任される時とか、うん、いわゆる困った時にまあまあ責任を持っていったら重い話ですけどいわゆるま頼ってもらえる。うん 役職なのかなと思ってて、うん、まあ割とそこに責任感というか、うん、いい意味での義務感みたいのが生まれてたんであ起きてきて頑張んなきゃみたいな、うん、いわゆるその頼ってもらえるんだったらもっとできるにしなきゃなとかこういうの喜んでもらえるかなみたいなと、うん、かまあちょっと割と楽しみだったんですけど。楽しみだったかあ、まあでまあ、別にまあそれは完全主観の話なんで うん、そ誰かに言っちゃったことじゃないですけどなんかまあその組織でなんか分かりやすくなん,かなんて言ていたいんだろうなその明確なやれることがあできた初めてのことだったんで武器管理が、うん、そのなんか一回勝手に相談したじゃないですか、うん、よくわかんないみたいなもう、うん、なな何ができるんだろうみたいな、うん、僕が結構なくなった瞬間というか、うん、あ言っていいんだなみたいな必要、うん、されてるんだなと思って。 思える支柱だったんで、うん、割とショックだなってだけですよ全然、うん、ま,まあ「ショックだな」っていう言葉を使おうかだとしたら僕もショックだったな長女がいるいた次の日穴だらけだったぞ救急の武器のスタッシュでも割とそういうことあ,あるというか 昨日、うん、今日、あの、うん、結構武器空いてたんで、武器この起きた時に。うん、っていう、昨日はじゃあ3人とも起きてなかったっ感じなんですかね。あ<ー>あのわかんないわかんないですけど、今日、俺、うん、今起きてきて、スタッシュの中見たら、なんもなかったんで、武器が結構バラバラで、今取りきたんですよ。うんうん、ってことは、昨日、まあ、俺、ボアちゃん、パテに誰も起きてなか、どのぐらい空ったえっと、 アサルト1、うん、1> アサルトマーク22、SMG マーク24、うん、SMG1、ブルバップ1、ポ、うん、ンプショットガン2、2> うん、アドバンス3すね。うんうん、14本空いてましたね。この前、アサルト1本しかなかったぞ。そうそうまあ、そのもう空いてたあ、空いてなかったの、その日の話はいいや。あ、いいんすね。ああうん、商談はできてるかじゃあ。 ちょ正直人と話すの得意だろ。うお前人と結構合ってるか。人と結構合ってるか。まあ、うん、めちゃくちゃ多いかって言ったら正直あれですけど、うん、ミッションないとちょっと待ってくる話中。ミッションない時とかは割とそのマッチに繰り出して空いてる飲食店行ったりとか、うん、レギオンとかに行くようにします、ね。あのパティーヌがよくこれやっとがいいぞって言ってたんで。<laughs> あ、外交かあ、レギュアに行って、いわゆるその主人の人話すとかそういう中で武器ライセンスを持ってる人とか取引、主人いるからなみたいな教えてくれたんであんま最近ないっすけど俺がそもそも待ち起きたかったんで起きてるなかった時のことはいいん寝始めた前ぐらいの時とかの話だな、これは寝始めた前…三週間ぐらい前なあんまり… 覚えてなほ、うん最近、まあ、本ほんとにここ最近 <laughs> 2>, 2日3日の話になっちゃいますけど、うん、なんか今薮下さんとちょっとその武器関連のあれで <coughs> プールカスの武器をっていう話してるのと坊ちゃんとちょっと昨日おとといから話した時はちょっと結構武器庫が埋まっちゃってたんであっここのスタッシュが、うん、SMG から消化していかないとねとか、うん、いつ一昨日ですかね多分。 あとだから2日目くらい前ですね、うん、SMG が割ともういっぱいになってるからもうコンビニ強盗とかでももうピストル感覚で使っちゃってんじゃないのみたいなのもちょっとボスと話したりとかしててまあそれは結構前にみんなと話したことだから昨日僕が外で入って整理してあのー、共有のところに書いたままだなあまあそういうごめんな見たかったんですけど今日はじゃあやっていきたいのかやっていきたいと思ってますけどその そうか<あ>だったら話は別だぞ。はい、やっていきたいって、ちょ、ちょ、ちょの口から出るんだったらそれはお願いしたいよ。あ、ほ,ほんあ、あの、ほんとっすか、うん、いや、もちろん。違うんだよ、ちょ、ちょ。前も言ったけど、結果だよ。今、増やし続けられてるからさ、最近。今の、見ただろ本数。そうですね、結構ありますね。あの、うん、向こうの方にも入ったりしてて。うん。うん であっちにも補充が滞りなくいけばそれでいいんだよ。僕が今100%そっち注げてないからさ、最近話とかも多かったりしたから。でも、ちょちょあれだぞ、普通にプライベートの時間を削れっていう話じゃないからな。ああ、それはもちろん。うん。外の話は関係ないって。 違う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 何を言ってるか分からないと思うが今これはシリアスだ大丈夫だろ大丈夫だろそうっすねう一回スイッチ入れてくれそうのプライベートは大事されそこもちろんそう分かってます ただそのやっぱそのさっき長女は主観で話しただろそうなってくるとこっちの主観としても目立つところが多いからやっぱ言わなきゃいけないんだ長はい、とんでもなく空いてたからな「ショック」ってさっき言葉を使ったなら僕も返そう「ショック」だったんだシンプルにああまあただ、えー、起きてくる起きてこないの話は前も言った通りないけど、うんえー、現実問題結果を作っておかなきゃいけないからまあはい、起きてくる日数が少なくてもさ大口の発注とか前もってやっときゃそれはこと足りるんだよ ボアちゃんは結構それやってて今ものすごい増えてんだよ。え、5000万ぐらいや5600万ぐらい,、はい。え、うん、著ができてるのかなって、普通にそこが目立ってしまったっていうところだからな。確か,はい、確かに受注チューかちめちゃくちゃ、うん、俺なんか全然もうそもそもできなかった正直。うん、59万出るまでるい,いいんだ。その起きてくる起きてないことのことは本当に気にしなくていい。だったらその範囲内でできることを結果出してくれたらもうそれでいいんだ。はい。ただそれだけだとちょっと。はい、今日の分だ。 <laughs> じゃあ頼めるな金がないはどういうことはいあのちょっとあのチンチロと、うん、ギャンブルやっちゃって、うん、お金すっちゃいましたじゃあほんまクラフトする時どうすんのよ金足りなくてあの前までは、うん、その結構あの経費を あれっていうか結構自分でなんかうわって作ってもう補充していや経費大丈夫っすよってやっなたんですけど1本武器とかで今49万ぐらいやっぱりやつとかちょ,ちょっとわかんないなって今メモして経費計上できるようにあのメモしてますうん、うんうん、オッケーじゃあ前も1000万渡してちょっとその報告なかったから次はちゃんと報告欲しいんだけど、はい、ごめんなさい、はい、今何所持金いくらだあでもないって言っても5000万はあるんでうん、うん その作れなくなるほどのあれじゃないですまあでも5000万それ <laughs> 自分のお金5000万だろ万万、はい、あっそういうことっす5500万そうだよなちなみに今日はクラフトしたかあ今から行きますあそこのそうあ,<ー>あ<れ>じゃあいい、はい、今日は一緒にロケラン作り行こうあじゃあいきますう,ん、うんとなえちょっと待ってねなんですけど <laughs> あれモズの島内で、国なんですけど、モズの島で、宝物を作ってる人がいたら、待ってなんか無線が、どう対処すればいいですか？え、聞こ、聞こえ数？いやでも今さ、いや俺わかんないんだけど、なんかその傭兵の人たち、傭兵にするかもしれない人たち、はい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 、あの辺のラインがよくわかってないから、ちょちょ後で下ろしてこいよ。えっとまず、一千万は僕から経費、この一千万使い切ったら、うん、必ず報告しろよ。 今から送るプラス3000万合計4000万こプラス3000万はロケラン代ねあオッケーですじゃあこれはあの手持ちに入れますおろしてカイキこの前武器の話したじゃん、はい、あそうですねさっきチョジョとちょっとまああれだ話してきたんだよはいカイキにはこの前話したから共有するとお前降りろって言ったんだよ お俺、降りるんすか違う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 ,違う <laughs> 何を言ったかというと、はい、お前降りろって言ったんだよチョジョにな武器の担当をはいでもチョジョはそのまあやりたいっていう話だったからうんもちろんできる範囲でのことでやってほしいんだけどはい俺もまあそんなたくさんやれるわけではないんでやっぱ<あ>花とかはやっぱ渡してあげたいんで めちゃめちゃでも本当に内容ってさ、超簡単だからさ、話して作っとお願いするとかだから、で、あと補助するだから、はい、そんな解禁にも、なんていうのかな、これやって、あれやって、あれやっといてっていうつもりじゃなかったからさ、とはいえ、まあ、話半分したし、一応共有できることはするっていう感じで、担当というよりも、一旦著書がまた、はいえー、今、やる気あるっすって感じだからさ、 ありがとうございます。ありがとうございます。あと600万ね。はいあ。そうだ、あとサプレッサー10個作っときました。お、マジどこに入れた俺、まだ自分家あるんで、武器庫を作っておきますね。うん、はい。入れて現物確認したら、振り込みをするとき。わかりました。うん、えー、あ、これさ、そうか、番号教えてもらってるんだったら2番って打てばいいのか。そうです、ID2 番です。OK。 一十百千万十万百万。おーい帰り今日なんか商店なんか作った？クラフト今日はまだ俺作ってないですね。よしロケラン作りに行こう一緒に。ロケラン